お試合前後のルーティーン願掛けなどがあれば教えてくださいルーティンう僕結構ありますねでもうそ<嘘>大学の時とか、うん、逆にそれ抜け出せなくなってなんかめちゃくちゃ作っちゃったせいで、うん、逆に自分が苦しんでました、うん、<laughs> <な>んか <laughs> あるよなこの色の服着るとか,なんか大学生の時決めて、うん、そんなに 赤のスパッツにこの靴下みたいそのせいで苦しんでましたガチガチやん <laughs> 何食べるとかも全部決めちゃって,てあマジでえ何食べるのもは今も結構決まってるかもしれないあほんまにあちゃんとしてんねんな結構ほんまゲンタって何かあれば俺は正直あんまりないかな<ー> <laughs> なんか自分の試合前後 試合前は、まあまんかなストレッチとかは絶対してるしはい、はい、でもそれなんかちゃんとなんかルーティーンやからやななとかじゃなくて多分いつもしてることをやってる感じで、はいうん、あとはフィルムスタディも最後の確認的にそうやしう、ね、なんかあんまりルーティーンって言っていいんかなっていう感じやけど、うん、まあ試合に、ね、そう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 試合前の準備をただたらだんか。うん シンプルにやってるっててる感じかな、うん、だか俺も結構なんかルーティーンカチッと決めて、はい、いろんな人のさなんかアスリートとかさ、ね、だから見たりしたらなんか影響されてる普通だから、はい、でもそれてから真似しててるだけやってそ,うでそれでなんか結局なんか集中できないみたいなのもあったから、はいはい、なんかあんまり考えず結構今は淡々と準備をしてるって感じかな試合に対する。 結構多分固まってて、うん、練習早く終わるじゃないですか、うん、試合前日って。試合前日は練習結構早く終わるから早く帰って、まあ、リラックスできる時間あるんで、うん、映画とか,なんか漫画読んだりっていうリラックスタイムがあってうん、うん、で夜ご飯の準備でだい、うん、夜ご飯あの試合3日前ぐらいから炭水化物を普通に取るようにするんでパスタとかご飯とかあの玄米とか。確かに確かに っていうタンスキャプテの量が多くなるんでその準備して基本食べてますでそのあフィルムスタディスタディとアサイメント確認とかして朝ぐらいまではあってで最後試合の前にカステラ食べるっていうルーティンがありますあカステラあでも俺も結構カステラハかも試合前なみんなカーボをちゃんと取るけどな消化にしなそれはもう絶対この 5年か,かしてないですね、うん、試合前にカッセラ食べるあそうなんやなんか今ともカッセラよく食べてるイメージあるけど何か,なんか僕山さんがあの <laughs> エクレア食べてて <laughs> いつも山さんが、うん、エクレア僕がカッセラっていうの,そのロッカールームで食べて、うん、エクレアは絶対読まないじゃ <laughs> <laughs> まあでも今あれやなれ結構オフェンスディフェンス的な発見 あ応援やってやっぱり結構カチッとしてるというかディンスって結構んかやっぱプレイ的にもさリアクションするからさ決められたらさルート走るやっぱ応援スって決められてるやんやカチッと決めてるなってカチッと決めてそれをちゃんと結構もう時間とかも決まってます何時間前に入るとか決めてるしやばいなはい 逆にそれが狂うと、だから関西沿線とかで苦しむんですよね。<laughs> うん、あの時間入るのが、みんなで揃ってだから、あ,ね、あの時間僕本当に苦手なんですよ関、ね、西、うん、衛生苦手ってこと、ね。衛生がです。<laughs> そんな感じかな。はい。うん